科学特捜隊の者です。どうぞ。藤君たちが危ない。攻撃する。嵐、スーパーガンを撃っちゃいかんぞ。いいな、現場が爆発したら一大事だ。嵐、もうすぐ俺が行く。早まるな。畜生、怪物を目の前にして攻撃できないなんて。早田、君はどんなことがあっても原爆を奪い返すんだ。いいな、頼むぞ。絶対に奪い返してくれよ。こっち。いいからし、何千万の人間の運命がかかっているんだぞ。嵐、離れろ。原爆落ちたら20秒で爆発だ。しかし藤君と二人の子供が。パラシュートで脱出。そうだ、ラゴンは音楽が好きだった。よし、自衛官で音楽放送やってみよう。ラゴンを海へ誘い出すんだ。海上自衛隊へ連絡。はい。あ、海上自衛隊を頼む。ラゴン暴れ出した。音楽もダメか。音楽中止だ。音楽中止、中止してください。しかしどうしてだろう、ラゴンはあんなに音楽好きだったのに。ラゴンは放射能のため、音楽好きな本能も基礎本能も狂ってしまったんだ。嵐を頼む。早かった。急いで。はい。キャップ、どうするんです。ウルトラマンさえ来てくれたらな。ウルトラマン、来てくれ。わーい、こっちだぞ。わ。Thank you.
ウルトラマンを支える太陽エネルギーは地球上では急激に消耗する。太陽エネルギーが残り少なくなるとカラータイマーが点滅を始める。そしてもしカラータイマーが消えてしまったらウルトラマンは二度と再び立ち上がる力を失ってしまうのである。